高松市で開かれた記者会見には外国人選手2人を含む選手11人とスタッフ5人が出席しました。昨シーズンは怪我人が相次いだ影響もあり、中盤に18連敗を喫して西地区最下位に沈んだファイバーローズ。今シーズンは走破というスローガンを掲げ、平均年齢およそ27歳の若い布陣で駆け抜けます。非常に若い選手が多い中、エネルギッシュなバスケット、そして、個の力ではなくチームの力でオフェンスもディフェンスも、チーム力で、戦っていきたいと思っています。前のヘッドコーチによる暴力問題を受け、先月から指揮を取る石川アシスタントコーチのもと急ピッチでチーム作りを進めています。シーズン開始前にいろんなことがあって、いろんな部分で昨シーズンを注目されることが多いと思うんですけど、それを糧にみんなで力を合わせてプレーオフ進出というのをチームで決めているので、そこを目指して頑張っていきたいと思います。新しいユニフォームのデザインは初めて穴吹デザインカレッジの学生の応募の中から選びました。ユニフォームの特徴はこの横に入ったラインです。黄色はチーム名の五本の矢、そして白は特産のさぬきうどんを表しています。香川ファイバーローズのシーズン開幕戦は今月21日と22日、ホームの高松市総合体育館で同じ西地区の愛媛と対戦します。